はい、それではファミコン探偵クラブ、ミノルな、ちょっと嫌ですけどねサブタイトルもうちょっとなかったのかって思うんですけど、やっていきますか。早速、まあ語られなかった真相が全て解決してくれることをただただ祈るばかりですけどね。謎の部分結構多いと思うんで、まあやっていきますか。宇津木に電話かける。先生、働いてください。本編でほぼ働かなかったツケ返してもらいますよ。出るのも遅いしよう。どうやら心の準備ができたようだね。参考理念に取れ。はい、わかった。じゃあ事務所まで来てくれ。お伺いしましょう。先生が全部語ってくれるってことなのか。イルモ村での調査でエミオの起源についてはほぼわかった。なんでイルモ村なんだろう。また都築実が潜んでいた廃屋で彼が残した走り書きが見つかったんだ。おお。しかしそこに書かれている彼の真意を我々が理解し正しく汲み取ることはおそらく不可能だろう。やっぱ異常者だったのかな。まずは僕が聞き込みで得たことを君に伝えようと思う。はい。宇津木探偵事務所。これ先生パートってことになるのかな。ずいぶん古い話で恐縮なのですが、お話を伺えればと思いお邪魔しました。これイルモ村ってことだよね。ほうかほうか。それで何が聞きたいんじゃ。聞く。この村で都築さんというご家族が暮らしていたと聞いてやってきました。あー、ここが出身なんだ。都築んちか。その反応だけでなんかもうお腹いっぱいだね。あげなことになってしもうたが。あげなこと。もともとはごく普通の家での、家族で仲よつつましゅう暮らしておったんじゃや。ほう、聞く。ところがじゃ、ある日都築んちの母ちゃんが家出しちまっての。はいはい。それ以来亭主は仕事もせんと叫びたりになってしもうた。まあ、ありがちな話だよね。もともとろくでもなかったんだろうね、亭主が。じゃなきゃ家出しないからね。じゃあ暴れるもんじゃけ、わしらも関わらんようになっていったんじゃよ。総じて旦那がクソですから、こういうケースは。聞く。なんで母ちゃんが出てったのかは知らん。まあそうだね。そもそもわしらがとやかく言うことじゃねえ。興味もねえしな。じゃがそのとばっちりでつらい目に遭うたのは都築んちの子供たちじゃったわ。子供たち。聞く。ああ、ミノルのこと。都築ミノルさんにはご兄弟がいらっしゃったんです、ね、妹さんだよね、おそらく。ミノルにはエミコっちゅう妹がおってな、7つ違いくらいやったかの。エミコさんですか。妹を探してたのか。そうじゃ、エミコじゃ。可愛らしい子じゃったの。亡くなったのかな。歳が離れとったからか、ミノルは妹のエミコをそらあ可愛がりよったわ。俺は笑ってるエミコが好きだ。何か壊れるきっかけがあったってことだよな。おお。音声だけでお腹いっぱいです。やめてください。まずいんだ。そのクソガキどもが。エミコを泣かすな、このバカ親父。なんとかの野郎。もっぺん言うとめ。まあ、ありがちな話ではあるよね。小さいエミコをかばってミノルはよう叩かれちょったがね。エミコのこと。お母ちゃんがおった頃のエミコは
そら明るうて元気やっての男の子みたいやったけ、村の門からはエミオちゃん、エミオちゃんと呼ばれよった。エミオちゃん、先生仕事してたんだな。やのに、ごめんね悪口言って。大物の最後の扱い許しないからね。出てからはいつも泣いとった。ずっと怯えとるような様子じゃったわ。いや家にあんな親父しかおらんかったらそら怯えるでしょう。わしらもできるだけのことはしよったつもりじゃったが。引き離すっていうことはできないもんなのかね。法的には無理なんだろうけど誰かん家にかくまうというか誰かん家に住ましてあげるとかさ。まあそこまではしないか、いくら近所付き合いだとしてもね。恵美子のこと気づいたことかな。仲のええ兄弟じゃったの。ミノル、ミノルは体ば張って恵美子を守っとった。恵美子、あないに元気でおてんばな娘やったのに、たまに姿を見かけてもいつでもミノルにぴったりくっついておどおどしとった。わしら兄ちゃんだけが頼りやと思うとったんやろうの。まあ人間不信にはなるわな。聞く、ミノル、口数が少のうて不器用じゃったが、素直で心の優しい男の子じゃった。自分だけを頼りにしとる恵美子のためにいつも明るう振る舞っとったわ。自分かてつらかったやろうに。まあお兄ちゃんしてたわけだ。夫婦の間には他人には分からんいろんなことがあるのは分かっちょう。じゃがそのせいで一番つらい目に遭うのはいつも子供たちなんじゃ。夫婦仲ってなんで悪くなるかね。ミノルとエミコのために。不思議だわ。結局わしらは何もしてやれんかった。うちはもうそれはもう仲いいですよ。それが今でも心残りでの。そう言うたらこんなことがあったの。ある日恵美子の笑い声が聞こえてきての。えらい楽しそうやから何事かと思うとったら、ミノルがなんやおかしな紙袋をかぶってふざけよったんじゃわ。その紙袋を見て笑顔になってくれる、なってくれたんだね恵美子が。紙袋を笑うとる恵美子を見たのはほんに久しぶりじゃった。ああ、なんちょっと見えてきたな紙袋。どんな紙袋だったか覚えていらっしゃいますか。ミノルが書いたんじゃろうの。なんや笑うとる顔が書いてあったんじゃ。怖いけどね。せやからこれで笑うのはいかがなものかと思うけど、それをかぶっとるミノルはまるで大笑いしとるみたいじゃった。いやどうだろうそういう風に見えますか。そらもう恵美子はキャッキャ言うて笑っての。あんな恵美子を見たんは久しぶりじゃった。もう青たんできてるもんね顔に、かわいそうに。次ん日には二人とも袋ばかぶって走り回っとった。あん袋が遊ぶもんなんか買ってもらえん兄弟の遊び道具だったんじゃの。
恵美子があんなに笑うて、ミノルはさぞ嬉しかったじゃろうな。紙袋かぶってたらこんな目に光がなくなるんだよ。もうちょっと輝かせてもいいんだよ。かわいいなこの紙袋。それがあんなことになってもうて。マジで何があったんだろうな。聞く。鈴木さんご一家にその後何が起きたのでしょうか。顔面剥がれ落ちてたもんね。すまんが兄ちゃん、それは他の人に聞いてもらえんかの。そんな言いづらいことなの。わしの口からはってこと？え、聞く。わしはもう思い出すのが辛いんじゃ。あ、でも恵美子に関することだろうな。わかりました。いろいろとお話いただきありがとうございました。あ、じゃあおいとましましょうか。辛いことをお聞きして申し訳ありませんでした。ご気分は大丈夫でしょうか。こういうとこさすが大人だな。おお、わしのことを気にしてくれるんか。あんた優しいの。ありがとうな。いや、おじいちゃんには優しくしてるけど、この人庶民には冷たいですからね。モノハラパラハしますから。ひどい話ですよ。兄弟は二人で一つやったのかもしれんの。いや、まあそういうことだよね。で、壊れちゃったわけだ。鈴木みのるの方が。恵美子さんは亡くなった？ため池で溺れて。はあ、事故？ええ。お聞かせください。池の方からみのるちゃんの、そらもう大きい泣き声が聞こえてきたもんだから。慌てて行ってみたら、恵美子ちゃんが。事故かな。もう言葉も出なんだです。いや、運命って残酷な人にはとことん残酷だよな。みのるちゃん、突然駆け出したみのるちゃんがどこへ何をしに行こうとしとったんか。でも誰のせいでもないんでしょ。あん時の私は何も気づけんかったんですよ。ん？ミノルのこと。ミノルちゃんとエミコちゃん二人で家出しようとしとったんですわ。ああ、ほうほうほう。それを親父さんに見つかって。ああ、荷物を池に捨てられてもうて。ああ、ああ、恵美子ちゃんが池に入って拾おうとしたみたいで、それで溺れたらしいんです。そらクソ親父だなマジで。そんでその親父はちゃんと死にました。ミノルちゃんが、あ、で少年院に入ったのか。親父さんを。はい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 。いや、でもこれは親父さんの顔はもう。そうだよね。それでも誰もミノルちゃんを責めたりはできんのです。誰ね、ミノルが正しいとは絶対に言えないんだけど、まあでも難しい話だな。聞く。ミノル。ミノルちゃん、どんだけ辛かったことか。いや、そうでしょうよ。妹を亡くして自分の手で。いや、壊れるには十分だよな。聞く。恵美子。恵美子ちゃんのお葬式の日にね、
誰が来れるんだよ、お葬式。もう捕まったでしょ、その場で。親父の葬式はしなかったのか。お隣は先生とかかな、警察関係の人。顔を見たり。みのるちゃん。みのる。すごい、なんか波動拳とか打ちそうな住職やな。紙袋。そうか、エミオちゃん、兄ちゃんがエーモン持ってきてくれたぞ。エミオちゃんが笑うとるわ。もう泣かんでええんやぞ。ずっとずっと笑うとったらええんやぞ。あん時のことは村で長い間語り継がれてきたようですわ。けんどこの村もそのことを知る人はもうほとんどおらんでな、うん、忘れられていくんやね。歴史は忘れられてね、ちょっと一握りのもんだけしか残んないからね。あん時いきなり走り出したミノルちゃんを私はなんで止めんかったんやろ。いや止められないでしょう。それはだってわかんないもん。あの子が何を考えとったんか、なんで気づいてやれんかったんやろうって。それは後悔しても仕方ないよ。今でもそう思っとります。ミノルちゃん、その後少年院に入ったんですわ。やっぱ殺しだったんだな。それから先んことはようわかりませんね。私もあの後村を出てもうたんで。ああでも帰ってきはったんだ。みのるちゃん、今も元気にしとったらええんやけど。いや運命、神様が嫌がらせをしてるとしか思えないような人生だったと思いますよ、ミノルちゃんには。ああエミコ、大好きやった紙袋と一緒にエミコちゃんは旅立っていったんですよ。私から話せることはこんくらいですかね。先生なんか調査がうまいね。ピンポイントで聞き出すじゃん。お話いただきましてありがとうございました。なんて実りのある話なんだ。村を出てずいぶん経った今でもあの兄弟のことは時々思い出しますね。私がもうここはイルモムナじゃないの。ミノルちゃんの気持ちに気づいてやれてたらあの子が罪を犯すことはなかったんやないかと。いやいやいや、それはちょっとなんかこう言っちゃ失礼だけど買いかぶりすぎだよ、自分のことを。あくまでも私の考えではありますが、あなたは決してご自身を責めるべきではないと思います。100人中100人がそう言うと思うよ。そうなんやろかね。抱きしめてやれ、宇津木先生。知っとることはみんな話したつもりです。貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。辛いことを思い出してしまいました。申し訳ない。それは大変申し訳ありませんでした。けんどあんたに聞いてもらったことでちょっと気持ちが軽うなったように思いますわ。これが都市伝説エミオの起源となった話のようだ。鈴木兄弟のハイカロリー村の中で語り継がれ、後に村を離れていった人たちが拡散していく過程で
恐ろしい都市伝説へと形を変えた。それを決定的にしてしまったのが鈴木実本人だったというのは、いや本当そうだよな、なんとも皮肉な話だね。鈴木兄弟の事件は近隣の方々にも暗い影を落としていたよ。彼らのために自分たちにできることはなかったのかと今もなお自問自答している人の話を聞いた。いやちょっと苦しすぎるだろう、それで何年も何十年も引きずるのは。自分が都築の凶行を止められたのではという思いにずっと縛られている方もいらっしゃった。もちろんその方たちがご自身を責める必要はない。だが重く受け止めるべき言葉だったよ。そして都築が入院していた少年院の教官にも会って話を聞いてきたんだ。あ、この方少年院の教官、ミノルのこと。都築ミノル、ああ覚えてます。覚えてるもんなんだ。素直で手のかからないいい子でしたよ。ただ起こした事件が事件ですから、精神的な面を我々は気にしていましたね。事情とかは知ってるのかな。聞く、ミノル。口数が少ないどころかほとんど口を聞きませんでしたから、心の内は何とも。正直なところつかみどころがなかったです。まあそれは出てきてからも一緒だったっぽいもんね。何せ変わった子でしたね、続きは。一人でいることが多かったですし、常に何か考え事をしている印象でした。いやでもな、群れないでしょそういう少年院に入ってくる子たちって。いやでもなんか上下関係とかはできちゃうのかな。ああそういえば一人でいるときはよく独り言をブツブツ言っていましたね。恵美子かな。俺は自動車の勉強をするぞ。なんで自動車なんだろう。どこへでも行けそうな気がするのかな。鈴木は自動車が好きだったようなので自動車整備士の資格の取得を進めました。退院してからも何か資格を持っていた方が有利ですからね。うん、まあね。元来真面目で物覚えがいいこともあり、非常に熱心に取り組んだ結果、いや、やり直せただろうにな。試験には見事一発で合格したんですよ。ほう、それは大したものですね。そうなんですよ、正直なところ驚きました。簡単なことではないだろうね、勉強というものをしてこなかった上。頭いいんだなって思えて、なんだか自分も嬉しかったですね。更生しようと頑張ってる人間を見るのは嬉しいだろうね。合格したのがよほど嬉しかったんでしょうね。その時鈴木が珍しく話しかけてきたんです。それも嬉しいだろうね。ただ話していた内容がちょっと変だったんです。妹に関する話かな。聞く、ミノル。鈴木はこう言いました。いつかは自分も車を手に入れて妹が行きたいところへどこへでも連れて行ってやるんだって。ああもう壊れてるんだな、この時点で。そう言ってたんですよ。妹？やっぱ教官は知ってたんだよね、妹さんはもう亡くなってること。聞く、ミノルのこと。はっきりそう言ったんですよ。ああ気づいたこと。その反応を見る限りあなたも変だと思いましたよね。ええ、私が知る限りですが、都築さんの妹さんは一人だけだったはずです。そうなんですよ、当時の資料でも都築の妹はあの時亡くなった恵美子さんだけとなってましたし。ミノルのこと。やっぱり都築の妹さんは恵美子さんだけで間違いないですね。他に妹がいたなんて情報を我々が知らないなんてありえないです。そうでしょうね。妹が行きたいところへどこへでも連れて行ってやるんだってすごく嬉しそうに話す続きを見て、ふとこんなことを思ったんですよ。で出てきてから恵美子を探してたってことか。この子の頭の中であの事件のことはなかったことになっているんじゃないかって。
少年院を退院後、鈴木は一度イルモ村に戻ったんだ。うん。村の人に温かく受け入れてもらった鈴木は、農作業の手伝いなどをして数年を過ごしたらしい。ああ、そうなんだ。問題を起こすようなことはなかったが、ずいぶん感じが変わってしまったと村の人たちは思っていたようだね。少年院での生活と同じく、村でもとにかく話さない、いつも何か考えている様子で独り言をつぶやいていたようだ。事情を知る村の人々は稔の気持ちを推し量って見守っていたようだが、世代交代が進み村の雰囲気が変わっていったようだね。それを察したのか、ミノルはイルモ村を出て行ったらしい。うん。その後、彼は短期労働の仕事をしながら、いろんな土地を転々としたそうだよ。何が起こったんだ？そして君も知っているように、ミノルは甲府市の亀松町に流れ着き、トドロキモータースのお世話になるわけだ。はい。でここでエミオが生まれてしまうんだよな。ミノルがトドロキモータースに身を寄せようと決めた理由がわかるかい？え、社名が社名が気に入ったはありそうだよな。社長や奥さんは優しそうだから、やはり自動車を扱う仕事がしたかった。社名が気に入ったはありそうだよね。車3つだもんね。その通り。ああ、そうなんだ。よく気づいたね。さすがだよ。車だもんね。ミノルは本当に素直で純粋な少年だった。車が多いってなったんだろうな。車がたくさん並んでる字の自動車屋を見つけた。俺はかっこいい字の自動車屋さんで働く。はい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 。自動車があったらエミコを迎えに行ける。車という轟きの漢字が気に入ったからとは、よほどの車好きだったんだろうね。鈴木にうってつけな職場に巡り会えたわけだ。確かに言われてみれば、車が車屋さんやってるのか。廃屋から轟きモータースの作業着が見つかったようだ。ああ。綺麗に洗濯されていて、丁寧に折りたたんでしまわれていたそうだよ。ああ、恩はあったんだな。鈴木にとって轟きモータースは大切な場所だったんだね。鈴木はこのメモで妹、つまり恵美子さんを迎えに行くと書いている。彼は少年院でも妹を車に乗せたいと言っていたが、恵美子さんの他に妹はいない。うん。おそらく鈴木実は妹を亡くした日から独自の思考によって物事を捉え、疑うことなくそれに従って行動するようになったんだろう。その結果、さまざまな不幸を招いてしまったというわけだ。彼には同情すべきところはある。しかし事情はどうあれ、鈴木の犯した罪は到底許されるものではない。僕に彼をかばい立てする気持ちは毛頭ない。それは断言しておこう。まあそりゃそうだわな。今から僕が話すことは、鈴木実の走り書きや久世誠さんの証言。ああ、確かに誠さんからしか聞けない。あれ、一緒に住んでたってことなのかな。そして様々な取材によって知り得た情報から推察した話だ。はい。残念なことにこれらのほとんどは事実だと思う。うん。もちろん鈴木実自身が実際に考えたことは今となっては闇の中だ。いや、殺されないでほしかったな。分かったとしても、おそらく我々には理解できないことが多いと思う。それでも彼の人生を僕は君に伝えたいと思ったんだよ。じゃあランチにも連れて行ってくださいね。アニメだ。これはなんだ。え、アニメ？マジの？ん？大きくなった恵美子に会った。恵美子に会った。はあ、はあ、はあ、はあ。え、これいつだ？
ミノルくんが会社まで来るなんて珍しいね。彩香か。これまた妹さんのこと、うん、うん。そっか、ミノルくんは間違ってないよ。彩香っぽいな。妹さんのことはミノルくんのせいなんかじゃないの。絶対にミノルくんは何か自分が失敗したせいだって言ってたけどさ、うまく家出できたとしても妹さんとの生活は長くは続かなかったんじゃないかなって。子供だけで生きていくのはやっぱり無理なんだよ。でもどうせすぐに保護されてお父さんのところに連れ戻されちゃう。ミノルはこれをこの子をエミコだって思ってるんだよね。いろんな怖いことだっていっぱいあると思うんだよね。お家が安全だって私も思ってるわけじゃないけどさ。でも家庭に問題がある人って多いよね。お父さんはきっと幸せだったと思う。だからミノル君は自分を責めちゃダメだよ。でもどうなんだろう、これミノルは何にも伝わってないんじゃないの。何言ってんだこいつじゃない。ミノルくん、またね。エミコはお前やんって思ってるんじゃないの。フルアニメこれ。フルアニメだ。すげえ。同じアパートだ。え？ミノルくんだ。お帰りなさい。あのアパートだよね。なんだかミノルくんの顔が見たくなっちゃってさ。あ、なんだなんだ、この子が訪ねてきたのか。なんだか変だよね、私。ごめん。ああ、これ何でもない。エミコの顔に傷が。ほら、私ドジだからさ。これがどういう傷なのか分かるもんね。嘘だろ、解消なしかよ。怖いって。人の笑わせ方のボキャブラリーが少なすぎるよ。怖い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 。いやでもこれをミノルくんがやってるって思ったら笑っちゃうかな。ねえ、私にも貸してよ。あんま騒いじゃダメだよ。これかぶってると、ずっと笑顔になれるんだね。それにこうすれば、顔の傷も見えないね。あー、これあの時のジジイか。かぶりなさいって言ってるでしょ。あの時のジジイだよね。あー、なるほどね。あ、ここでこうつながるんだ。アベックね。この時に見たこの二人のことがあの時言ってたアベックってことだ。アベックじゃの。ずっと猛録してんじゃん、あのじいさん。ねえ、これちょうだい。うん、でどうなるんだ。私
私たち二人でこの町を出る。本気で言ってるの？うん。大丈夫。もう失敗しない。ああ、妹のこと言ってんのか。これ多分行っちまうんだよな。いつでも帰ってらっしゃいね。ありがとうございました。これがそのタイミングだったのか。やめるって言ったタイミングだよな。ミノル。選別代わりだ。取っとけ。かっこよすぎるだろう。モータースのおじちゃんおばちゃん。どこへでも行っちまえ。そりゃ嬉しいだろう。めちゃくちゃいい人だな。どうした？まあおめえの道具だ、持ってきな。おめえの腕ならどこに行ったってやってけるさ。それさえありゃ食うに困らねえよ。さすがにちょっと磨いてやってほしいけどね。サビだらけじゃん。いや決して悪いやつではなかったんだろうな。その子はエミコじゃなかった。どういうこと？どこで気づくの？ない。よし。なんだ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 。あれ帰ってきちゃったんだ。え、なんで、どういうこと、なんで。じゃあ行こうか。そうそう、今日お父さんから車をもらったんだ。すごくかっこいいんだぞ。ああ、かぶると。だからどこへでも行けるんだ。ってことは今度失敗しなかった。あの時も早くこうしておけばよかった。この時の火事で顔が焼けるんだ。大丈夫、もう失敗しない。はあ、これどうにか本編に盛り込めなかったっすか。早く行こうよエミコ。ほら早く立って。紙袋変わると被ると人格変わるんだね。どうしちゃったの。こらエミコ落ち着くんだ。あいつはもういない。だからもう怖くないんだ。私はエミコじゃない。こっからじゃない。エミコ探しが始まるわけだ。じゃあ全部都築実の犯行だったんだね。え、やけどはいつだ。この時じゃないのか。この時じゃなさそうだな。自分を面白い顔にしたけど。ああ、自分でやったんだ。すごく痛かった。いや、いたんだね。おじさんは酔っ払ってなんていません。もういいよ。いいよこのジジイは。ああ、じゃあ全部このアパートで
本当に見聞きしたことだったんだな。面白くない、面白くない、面白くないよ。思い悩む、思い悩む芸人みたいだな、若手芸人。板金バサミでやんのか、まさか嘘だろ。マジかよ。うわー、いやー、うわー、ちょっとこれは見たくない、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 これはちょっと見たくない。あ、大量の血ってこれか。なんだ、増税。やば、これは確かにアニメじゃないと表現が難しいかもしれないね。これすっきりした気持ちで俺終われる？このゲーム。おい、なんか誠となんかあって血が流れたのかと思ってたけど、自分で顔を切ったんだ。うわぁ、かわいそうな子を見つけたら、面白い顔の袋をかぶって近づこう。俺を見て笑ったら、かわいそうな子じゃない。俺を怖がる子はいつも何かを怖がってる、かわいそうな子だ、うん、だからずっと笑ってられるようにしてあげるんだ。モンスターが生まれてしまったわけだ。いや、自分でやったのか。これはちょっとえげつない話だな。痛い子を笑わせてあげた。治ってよかった。まあまあ。こいつバカみたい。払いて。恵美子。はあ、私は道夫だよ。何だったんだあいつ。なんか逆転裁判のアニメにちょっと似てるな。同じ会社だったりするのかな。恵美子、そして九段の日というわけだ。いや、これ小出しでもいいから本編に盛り込んだ方が絶対面白かったと思うけどな。少女時代の純子ちゃんも同じ声なんだ。純子を流すな、純子を流すな、純子を流すな。なんでお前そんなに強いんだよ体。純子を流すな、恵美子を流すな。中学生とはいえ本気でバットでどつかれたら痛いだろう。骨折ぐらいはしてると思うぞ。やめて、お兄ちゃんが死んじゃう。お兄ちゃんはなんて。元来体は強い方だったんだろうな、ミノルは。
やでもここまでは分かったよ。こっから先だよね、気になるというか知りたいのは。この後誠がどうなったかなんだよ。だから恵美子にあげた紙袋だったわけだ。子供の頃の俺がいたから一緒に帰った。ああ、自分を重ねたんだな。どこだここ。じゃあもうこの頃にはアパートは引き払ってたんだ。引き払ってたっていうか、もう出ていった後だったんだな。あのここってどこなんですか。覚えてないんか。僕は誰だ。覚えてないんだこの時点で。思い出せない。お前は都築実だ。都築実。それでお兄さんは。俺はお前だ。何言ってるか分かんないよね。ちょっと何だろうこれ。それは恵美子のだ。恵美子だから俺が持っておく。でもこっから殺しはしてないんだよね。僕がここに来てどれくらい経つのだろう。だからあれが恵美子だって思ってたってことか。自分が誰なのかは思い出せないままだ。はい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 。兄さんは僕によくしてくれる。誰なのかはわからない。それに僕は兄さんの顔を知らない。とんでもない話だよな。それは恵美子のだ。恵美子っていう名前を時々聞く。誰なんだろうか。もう一人の俺もいいやつだ。大人になった僕は兄さんの代わりに働いてお金を稼ぐことになった。街に出るときは必ずマスクをして、知らない人とはあまり口を聞いちゃいけないんだ。あの人またいる。あー、じゃあ本当に見かけられてたんだ。このタイミングだよね。高校生時代だよね。あ、これもう警察になってんのか。そうか、あの時の。お兄ちゃん、お兄ちゃんでしょ。こん時か。お兄ちゃん、私よ、純子。ねえ、わかるでしょ。あ、でも記憶喪失だったからわかんなかったんだ。はあ。で、またその女の人を見かけたんだ。ずいぶん前に会った時には僕のことをお兄ちゃんって言ったんだ。名前は、なんだったっけ。恵美子だ。え、いや違う。恵美子だ。恵美子。恵美子だね、お前にとってはね。恵美子が待っているかもしれないから行こう。はい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 。車で出かけるの久しぶりだね兄さん。どこに行くの。恵美子を探しに行く。見つかるといいね。エースケごめんなさい。え、ああ、じゃあ危なかったんだめぐみちゃん。本当に本当に殺されるところだったんだな。エミオ、おまじないを唱えなきゃ。おまじないは、なんだっけ。エミコ。そう、それエミコ。すごいなお前。当たり出たすごい、今の状況でよく笑えたな。いや、バサッチ様々じゃん。じゃあバサッチ陰ながら活躍してたんじゃん。
兄さん。恵美子じゃなかった。恵美子じゃなかった。これ本編に盛り込んでほしかったな。プレゼントをあげよう。兄さんからあの女の人にこれを渡せって言われている、持ってったのお前なんだ。兄貴を見たんだ。じゃあ覗き穴越しに。久世純子。お兄ちゃん、私よ、純子。そうだ、あの人は純子って言うんだった。恵美子が好きだからこれをかぶれって兄さんは言うけど、あ、でも紙袋はかぶってたんだ。会うわけでもないし。はい、あの人恵美子じゃないじゃん。兄さんの言ってることってよくわからないや。立て付け悪かったんだな。ポストあるあるか。ちゃんと外から気づくようにしてたわけだ。久世純子。いや、恵美子は来てくれるかな。でも純子ちゃんはどうやってここを突き止めたんだろう。自分なりに操作したってことかな。兄さん。君は。まこと兄ちゃん、私は純子、純子よ。純子、まこと兄ちゃん。そう、そうよ、まこと兄さん。やっぱり無事だったのね。無事。何のことなんだ。に、兄さん、私がわからないの。もしや、兄さん。僕は誰だ。君は一体誰だ。ここはどこなんだ。なんて救いのない話なんだ。これを見て。兄さん、綺麗なお花をありがとう。ごめんなさい。兄さん、今すぐここから離れて、幸福駅で待っててちょうだい。早く行って。さあ早く、急いで。でも…行きなさい。いつ思い出したんだろうね。今思い出すのかな、この逃げてった途中で。恵美子…やっぱり来てくれたんだ。いや怖いって。恵美子じゃないのか。じゃあお前は誰だ。お前も俺が怖いのか。パックリいったね。あとはあなたたちの汁が多いってことか。もういない。もういないんだよ。悲しきモンスターすぎる。犠牲者の一人だったと考えることもできる。しかしどこかで止まることはできなかったのかね。言うまでもなく、人を殺めることは罪だ。彼が犯したその罪は決して許されるものではない。ただあの時自分がこうしていればと悔やんだ人も彼の周りには少なくなかったことを考えると、これ全貌を知ったらなおさら思うだろうね。周りはどこかで都市伝説、
エミオの誕生を防ぐことができたのではないかと考えてしまうね。あ、いやでもこれ本編中にやっぱこのエミオの狂気性をもっと知りたかったな。そしたらもっとなんかこうワクワクできたと思うんだよな。バサッチに時間取りすぎたよ。都築実の悲劇的な人生に触れて僕はこう思ったよ。この走り書きの最後の一文こそが彼の心の全てだったんだろうと。あー、そうだろうね。君はどう思う？いや、ハイカロリーすぎて太るわマジで。いやー、これはなんとも、なんて話だえげつない話だよ。はい、まあただ一つ言いたいのはもっと作りようがあったんじゃないかっていうことなんですけど、いや、そうだね、救いがないな、救いがないな、救いがなさすぎるな。ちょっともうこの救いのなさ、やっぱり俺こういう話すげえ、まあ誤解を恐れず言うなら好きなので、こういう救いのない話、これをもうちょっと本編でこう、本編の話ばっかりして申し訳ないんですけど、こういい感じに調理してほしかったな。小出しにしてもよかったと思うんだよな。都築実っていう人間がどんな人間かっていうのは本編ではほぼわからなかったから、もうね、見えなかったじゃない、あの轟モータースに行くぐらいまで全くって言っていいぐらい。だからなんか章の召喚、召喚、あの章の間とかでもこうなんかあのあったじゃん、恵美子にあげた紙袋だみたいな、ああいうのを出してって最後にちょっと回収みたいなんでよかったと思うけどね。それがちょっと思うところかな。あーでも面白かったね。お腹いっぱいですよ終章とその後の話で吐きそうですよ集中して見すぎて胃もたれしても今喉とかもうなんか大変なことになってる。いやー、まあ、何よりもこう30何年ぶりだよね、新作が出たのが。これを今の任天堂さんも、今任天堂さんもファミコンだってクラブを作って世に出す理由なんてほぼないですよ。おほ、稼ぎ頭が山ほどいるんだからさ、マリオとかさ、スプラトゥーンとかさ、スマブラ、ゼルダね、えありとあらゆるコンテンツが揃ってて、そんな中でファミコン探偵クラブ、もう神々の遊びですよこんなの神々の遊びにおこぼれを預かれたことがもう誇りですよ。私は35年ぶりだったかな、新作としては。いやー、ありがとうございました、任天堂さん、ありがとうございました。ただでさえ任天堂には足向けて寝れないんですけど、なんかこういうのもまたやってほしいよね。今これかいっていう、今これ出すんかいっていう。まあでもその流れ今結構業界的に来てると思うんで、あのこのこれ今撮ってんのがいつ9月5日とかかな、9月5日とかだと思うんですけど、うん、あの来週ちょうど1週間後か、あのオホーツクに消うっていうタイトルがリメイクされたりだとか、昔の名作タイトルがリメイクされる流れとかが来てて、ってことは新作が出る可能性っていうのもまたあると思うんでね、そういったことにちょっと期待してしまいますよね。こうなんかマジでプレステ5みたいな、ゲーミング PC みたいな高グラフィックもいいけど、やっぱこういうのがいいんすよね。コマンドソーあたりアドベンチャーいいじゃないですかレビューとか見たらさ、ことごとく書かれるわけよ。絶対一件は出るのよ、こういうゲームが出たら。今の時代にコマンドソー当たりって、いやファミコン探偵クラブがコマンドソー当たりじゃなくなってたらそっちの方が燃えるだろうっていう話だと思うんですけど、いやおじさんとしてはこれがいいんですよっていうことで、あ、俺大人になってからコマンドソーアドベンチャーなんてやってなかったけどね大人になるまでやったことなかったけど、実況でやるまで。いや長々と喋ってしまいましたが楽しかったでございますということで、飛びましょう。闇が深い話を作るんだ。救
救いがなさすぎるだろう。記憶喪失にさえなってなければもっと早く、いや運命が悪い方に悪い方に絡み合ってたよな。本当に誠が記憶喪失になってなければもっと早い段階でこのモンスターを止めれたかもしれないんだよね。まあでもあれからは何もしてないから結局あれか。いやでも都築稔が殺されることもなかっただろうな。もっとなんか疑問持ってほしかったけどな、まこっちゃんには。自分の記憶がなくてさ、マスクグラサンニット帽したおじさんに俺はお前だって言われてなんかおかしくねってなりそうなもんだけどね。いやー悲しい話でした、あまりにも。もうね、一周回ってお腹下しそう。あ、元に戻った。あー合体した。あーすごい笑ってる顔になった。はあ、いやこういうロゴ遊びいいよね。うわー、やっぱあれ変わってたんだ。目のロゴになって、で三日月というかあれが対照的になって、はあ笑ってる顔になった、エミオになった。はい、ということでファミコン探偵クラブエミオ、まあ開発の方が当初から最後は賛否分かれる話になるって言ってらっしゃったので、まあもう本当にその通りになるんじゃないかなと。これはかなり評価が割れる作品にはなるとは思うんですけど、まあスタッフロールの時にも言った通り、もう35年越しに任天堂様、天下の任天堂様からこういった続編が出たっていうことがもう神々の遊びのおこぼれに預かることができて私は光栄でしたし、いや楽しかったです、本当にありがとうございました。もう任天堂様の方角に感謝しながら今宵は寝たいと思います。ということでありがとうございました。また次のゲーム実況でお会いいたしましょう。それではまたね。